FZ1 は2001年よりヤマハ発動機が製造販売している 1000cc クラスのオートバイである。欧州、北米、南米並びに豪州向けに販売されており、2005年までの北米以外のモデルは FZS1000 フェーザーという名前で販売され、全面刷新された2006年モデルより北米モデルと同じ FZ1 に統一され、 新たに加えられたネイキッド仕様と区別するために、ビキニカウル付き仕様は FZ1 フェーザーと名称を改められた。FZS1000 はザ・ h ルティメットストロングフェーザーをキーワードに開発された。パイプフレームにマウントされたアッパーフェアリング付きではあるが、車体種別ではネイキッドタイプに分類される。エンジンは古弁のように XV 型ユースフ R1 をベースにし、 クランクマスを10%増量して、中低速重視に改良されたコンパクトな 998cc DOHC5 弁、水冷直列4気筒エンジンを採用している。また、ユースフ R1 同様に X プを採用しており、フラットなトルクを引き出している。車体は、極太の交換ダブルクレードルフレームの採用で、光合成かつしなやかであり、 ロングストロークのサスペンションと相まってしなやかな足回りとなっている。2006年モデルは2005年の東京モーターショーにて発表された。日本を含め主要市場に展開されているグローバルモデルである。新型では5弁の 5VY 型ユースフ R1 のエンジンをベースに一新されインジェクションを搭載した。さらにユースフ R1 に対して マス40%増のクランクを搭載、カムプロフィール、ギアレシオが変更されており、実用域における、後輪駆動能力は、ユースフ R1 をしのぐ特性になっている。フレーム設計も新しいものとなり、FZ6 からのフィードバックを受けて設計された、新しいフレームは、非常に高い剛性を持ち、ユーザー M1 にて実績を持つ、 左右独立分単元水力発生方式の倒立フロントフォーク強化メンバーを持つ同社製品現行車種では最大の大きさを持つ CF ダイキャストスイングアームと合わせて従来のパイプフレームに比べるとしなやかさがなくよりスーパースポーツ系に近い性質を持つようになった。US モデルはトーカルイレギュレーションでフロントフォークと車両後方にリフレクターを装備 ポジションランプが廃止されて、全部インカーがポジションランプを兼ねている。速度計が US という系モデルはマイルパーアワー表記で、その他のモデルはキロメートル毎時表記となる。2007年モデルを最後に、日本国内における並行輸入反射である、プレストコーポレーションの取扱いカタログより削除されたが2008年2月28日より、 カウル付きのカウル量モデルの日本国内仕様が発売されている。なお、プレストコーポレーションを頼らず、独自の流通ルートを持つエスプのディーラージアールや、レッドバロンでは、各々の,の,の販売網にて、フルパワーモデルを並行輸入して販売している。なお、全モデルとも日本仕様は2016年にラインアップから外されている。ありがとうございます。